ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこちらシャープの最新スマートフォンアコスタ R2 のホーム画面を変更する方法をご紹介します。特にドコモ版のアコスタ R2 を買われた方はデフォルトのホーム画面がこのようになっています。ドコモだけのアプリを集めたページのほか、通常のアプリのページ、スケジュール帳が出ているページなど、とにかく複雑な構成になっています。このドコモオリジナルのホーム画面のことをドコモライブ UX と言うんですが、とにかくこのドコモライブ UX というのは使い方が複雑で、横方向にスクロールするのはわかると思いますが、このディスプレイの上から下にスワイプしたらどうなるかというと、こちらは普段見慣れた通知画面が出てきます。ではディスプレイの上からではなくて、ディスプレイの真ん中あたりを上から下にスワイプするとどうなるかというと、アプリ一覧画面が出てきます。ここではウィジェットや壁紙も設定することができます。では今度、画面の真ん中あたりから上側にスワイプするとどうなるかということですが、今度はマイマガジンといってニュース記事などを集めたようなページが表示されます。下から上にスワイプするにも、真ん中あたりから下にスワイプする場合、そして一番上から下にスワイプする場合など、とにかく操作が複雑なのが、このドコモライブ UX の欠点です。この使いづらいホーム画面を Android 標準のホーム画面に近いように変更する方法を今回はご紹介したいと思います。まずは設定アプリを開きます。設定アプリを開くにはどうするかということなんですが、この画面の一番上から下向きにスワイプします。そうすると、先ほども見ていただいた通知画面が出るんですが、この中のこちら、小さく歯車のマークがあると思います。ここをタップします。そうすると、設定画面に行くことができます。設定画面に行ったら、少し下の方、ホーム切り替えというところがあります。ここをタップします。そして次のページでホーム切り替えをタップします。そうするとこのアコス R2 に設定することができる3つのホーム画面のユーザーインターフェースが出てきます。一番上のドコモライブ UX というのが、先ほど見ていただいた操作が複雑なホーム画面です。なるべくシンプルなホーム画面にしたいという場合は、この上から2番目アコスホームを選択します。そうすると、自動的にホーム画面がアコスホームというシンプルなホーム画面に切り替わります。こちらのホーム画面は通常の Android とほぼ近いユーザーインターフェースになります。この画面ですと、ディスプレイの真ん中あたりから下にスワイプした場合、このように何も起こりませんし、逆に下から上にスワイプすると、通常の Android 同様、アプリ一覧画面が表示されます。ですので、なるべく Android の標準なインターフェースに近い形でシンプルなホーム画面にしたいというならば、先ほどご紹介したアコスホームを設定しておくことをお勧めします。最後にもう一つ、先ほどのホーム切り替えのところにあった3つ目の選択肢、アコス簡単ホームですが、こちらはシニア向けのスマートフォンで使われるような、とにかく簡単なユーザーインターフェースの画面になります。こちらの画面に切り替えると次のようになります。このように必要なアプリがタイル状に並んでいる形になります。これはこれでいいのかもしれませんが、普段スマホを使い慣れている方にとっては逆に使いづらく感じると思います。ですので、個人的には先ほどご紹介したアクスホーム、このユーザーインターフェースが一番いいと思います。特にドコモ版のアコス R2 を買われた方は、ユーザーインターフェースが使いづらくて困っている方も多いと思います。そういった方は、今回ご紹介した方法でシンプルなアコスホームに切り替えることをお勧めします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。